藤原の仮想通貨チャンネルが登録者10万人突破しました。どうも皆さんありがとうございます。本当に今までもありがとうございました。はい、とかっていうね、おしまいになるような感じに見えるかもしれませんが、今後もね、このチャンネルしっかりね、引き続き情報配信していきたいと思います。もちろん仮想通貨を中心にね、まあ10万人とかなってきましたので、結構幅広くいろいろやっていきたいなって思いもありますので、仮想通貨以外のこともねやっていきたいと思いますが、まあ基本はここはもうビットコイン、仮想通貨の、動画を出すとこというふうにしたいと思いますので、仮想通貨以外のやつは、あと2つありますね。藤原大学とか藤原 TV とか、そっちのサブチャンネルの方でやっていきたいなと思うので、ぜひそっちの方を見てください。 YouTube の、振り返りをねやっていきたいなと思うんですけども、2020年の、6月18日にね、確か YouTube を始めました。で、突破したのが2024年の、6月12日ということで、丸4年経つちょっと前ですね。だから3年11ヶ月とちょっとでの10万人突破ということになりました。最初はですね、もともと僕ブロガーをやってたんですね。ブログをいろいろやってて、で仮想通貨のブログもやってて、それでチャート分析とかしてたんですけども、まあ2020年っていうと、まあコロナがあってね、だんだんそのもう時代としてはブログとかはあんまり読まれなくなって、 Google のおすすめにあんまり個人ブログとか載らない時代になっていたんですね。今はもっと載らないので、正直ブログで稼いでいくとかっていうのは難しいなと思うし、もう昔みたいにその人気ブロガーみたいな人ってほとんどいないですよね。ほとんどいなくなりました。 YouTuber になった人だけ残っているって感じですね。はい。で、僕もそういう時代の変化を感じて、そのブログじゃ厳しいなと思って、もう YouTuber になろうかなって思ったんですよね。まあ、YouTuber になろうかなっていうか、もう、まだ会社員だったんで、まあ副業としてなんですけど、副業としてまあ YouTube 始めましたと。で、コロナでね、結構暇だったっていうのもあって、まあ在宅で会社の仕事しながら、夜に YouTuber やるみたいなね。まあそういう二足のわらじでやっておりました。はい。で、まあ、ビットコインとかはもうその4年前ですね。2016年から持ってたので、その、すでに4年以上やってる仮想通貨投資の情報配信をできるかなと思ってちょっとやってみたっていう感じだったんですけど、本当は YouTube 自体は別に仮想通貨チャンネルにしようとは思ってなくて、まあ最初は、一番最初出したのが、資産10億目指しますみたいなね、動画を出して、なんか、1本目の動画でいきなり確か2000再生ぐらいいったんですよ。チャンネル登録者ほとんどいない底辺チャンネルの割には意外と伸びたんですよ。で、その後はなんかハウツー系のなんか話とか経済の話とか一般的な話の動画やってたんですけど、まあ、そんなに伸びずに、まあ、結局仮想通貨、まあ、ビットコインのチャート分析とか、あとはその20年というと半減期ありましたから、ビットコインね半減期があったんで、21年にバブル来るんじゃないかみたいな、その仮想通貨の動画出したらめちゃくちゃ再生されて、まあ、それでやっぱり自分のね、社会に求められている動画っていうのは仮想通貨系なのかなと思って、まあ仮想通貨チャンネルにね2ヶ月目からまあ移行していったって感じですね。はい。でそっから結構もうトントン拍子で、まあ、チャンネル登録も1年でね、4万何千人ぐらいまで増えました。実は1年目が一番伸びてるんですね。で、そのメンバーシップとかも やってほしいって結構言われましたので、まあ、当時その YouTube メンバーシップっていう仕組みが、まあ、できたばっかりだったんで、まあ、ジャンル関係なくいろんな YouTuber がメンバーシップとかやってたんで、僕もそのやってほしいって言われたんで、まあ、始めたんですね、最初ね。まあ、始めるけど、めちゃくちゃ格安で簡単になんか、入れるし簡単に抜けられるようなそういうのがいいかなと思って、メンバーシップはね。はい。なのでまあ今も990円っていうね、3桁円で推移してるんですけど、はい。そんな感じでまあ2020年21年1年やってきて、まあ4万6000人ぐらいいったんで、あ、自分はこれ続けてたら結構伸びていくんじゃないかなと思って、そこから頑張ってね4年近く続けていったということですね。で、まあ、その、一応、ファイヤーはしたんだけど、まあ、特にやることも他にないので、YouTube 活動を続けていって、で、その中で、いろいろロケとかも行きました。ビットコインの ATM とかね、ビットコインの相談窓口とかもあったし、
あとドバイにも行ったりとかね、シンガポールに行ったりとか、まあいろいろその仮想通貨関連の、まあ、人たちから呼んでもらっていろんなロケもしましたし、まあそういうものはすごいいい思い出になったなと、思います。ただ皆さんに求められているのはあくまでね、僕がここで話すそのニュースとかチャート分析だってのは分かってるので、やっぱりねその動画をまあほぼ毎日のように出すっていうことがね一番ね皆さんにとってもいいし、このチャンネルを伸ばすためにもいいっていうのはなんか僕も認識してるんで、まあ、今後もそういうスタイルでやっていこうかなと思ってます。はい。ただ2022年にまあ結構苦い思い出があるんですけど、まあやっぱり相場が悪くなりましたので、まあ視聴者もかなり減ったし、チャンネル登録者もあんまり伸びてないんですね。22年はね、22年は1年かけて1万人ぐらいしか伸びてないんですよ。だからあんまりやっぱり社会に求められてないタイミングだったんだなっていうふうに思いますので、まあ次もまあバブル崩壊したかなっていうタイミングになったら、まあもうちょっとね投稿頻度を減らすとかも考えてますし、その間にそのサブチャンネルの藤間大学とかね、藤間 TV とかを充実させていくとか、まあ、そういう風に考えているので、皆さんにぜひ、まあ、お願いしたいのは、まあ、仮想通貨の藤間だけじゃなくてね、他のチャンネルの藤間もぜひね見てほしいなという風に思います。はい。最終的にはその僕はね仮想通貨インフルエンサーとか、まあ、投資系インフルエンサーとかいうよりも総合的ななんかその情報配信者になっていきたいなっていうね、その理想像があるんですよね。まあ、僕もまだ30代ですけど、まあ、40代50代になってね、もうどう見てもおじさんって言われる感じの、見た目になってきた時に、なんかその仮想通貨だけじゃなくてね、いろんな社会経済のいろんな話とかできるような人になりたいなと、まあちょっとこういう人がいいなっていうその何人かいるんですけど、今50代とか40代ぐらいの方で、そういう風になっていきたいなっていう風に思っているので、まあ、それを目指してね、サブチャンネルの方も頑張っていきたいなっていう思いはあります。はい。ただその伸びるのはやっぱりどうしてもね、こっちの仮想通貨チャンネル、だったんで、まあ、ここをまあ集中的に今までやってきたということなんですけど、まあ、いよいよメインチャンネルが10万人ということになってきたらね、その、軸としてる一つだけじゃなくて、いろんなことをもう考えていかないといけないかなっていう風には思ってますね。はい。まあ、他の YouTuber とのコラボとかもね、まあ、あんまり求められてないみたいなんですけど、視聴者の皆さんにね、まあ、そういうのもなんかやっていきたいなというような希望は思っています。はい、ということでね、ちょっと今日はもう仮想通貨の話になりませんが、相場についてはね、最新の動画、この動画の1個前のやつを見てください。でもちろん、この動画の次の日は、また通常に戻りますので見てください。あとチャンネル登録まだしてない人がもしいたらチャンネル登録してください。はい、10万何人目とかね、結構それぐらいになれるかもしれません。はい、引き続きよろしくお願いします。藤間でした。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤間の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。